データがいっぱいになっちゃって、なってしまったりとかで、ちょっとデータの性能でのセットアップをし直してました。今令和4年2022年のミーティングスタートになります。2022年3月15日の17時55分ぐらいですよ。データなどがちょっといっぱいになっちゃったので、今データ整理などをしてもう一度セットアップしまして、今撮影配信を YouTube 配信と撮影同時進行で今再開させました。色塗りなどもう一仕上げ、これではまだ完成じゃないので、もう一度仕上げしておきます。2022年3月15日17時56分頃です。もちろん撮影も始めた。このね、この、これをアングル撮影できるように。まあ、何度も説明しているので、こちらも説明を割愛したいところですけれども、説明しますが、このリアルタイム配信しているさなかのこの時間、この配信してる、撮影してる時間はこの時間が正しいです。なので、これ以外の情報、おのと余るのがいいから、そいつは全員嘘つき。だからその嘘に騙されないようにしましょう。書いていきます。
イライラしてんじゃねえよって言われた気がするけど、あの別にイライラしてないですよ。イライラめっちゃしてるんです。クソイライラしてる。だからイライラしてるよりももっと強いです。感情は。デジモンアドベンチャー懐かしいな。デジモンアドベンチャーすごいすごい強いの育てたこと何回かある。なんかあのこのちっちゃいのこんなので、デジモンアドベンチャー、デジモンこんなたまごっちみたいな流行ったんですよ。これで超強いデジモン育てたよ俺何回か。メカデジモンとかメカゴジラみたいなのがいたんですよ。今の人たちは分かんないですよ。今の子たちとかにデジモンなんて言われて、背中ちゃかしたちなんてチンコとマンコのこと以外特に何もないからデジモンなんか興味ないだろ。とにかく誰かを性犯罪者にすること以外特に何もない。なんとかしてこのクズミチ君のことなんとかして性犯罪者、レイプマンみたいに見せることできないかなっていう、ビリヤードみたいなことをずっとやりすぎることで特に興味がないから。本来デジモンなんか言ってて何の興味もないんじゃないですか。デジモンに僕はデジモン大好きだったよ。知力のね、評判や価値を下げて下げて下げ落とすことによって女王女神という天下を極め続けるチャナカチャカしたからね。だってこんなのだってこうやって書けるとこういったものだって情報なんて伝わってないんですよ。チャナカチャカ社の下げ満力のそれがなすものですよ。
テーブルどうしよっか。これ茶色でね、茶ぶ台みたいな色にしたいとこだったんですけど、ちょっとね、茶色が今切れてる。茶色の種類がちょっと茶色の方がいいんだもんな、これ。起こせ。なんでそんなの起こさなきゃいけないの。君たちがなんかそういうの、そういうのなんかいちいちちょっかい出したり、この俺の何やるっていうのを前のスキャンペーンに落としたりすることに対していちいち僕は憤ってるだけなの。なんで君たちがさあ今ファビオを起こすんですって、今あいつさファビオを起こすんだって言って、なんで君たちに指示されて起こしてるみたいな感じしなきゃいけないの。どういうこと。茶色が足りないからちょっと汚くなっちゃうから、ちょっとやめとこう。これじゃあその茶碗はね、縁取りをね、ちょっとはっきり、あっ、これちゃんとこうやんなきゃダメ。あれ？なんだ？配信がなんか止まっちゃってて、